どうも、エルザです。それではペーパーマリオ折り紙キングやっていきたいと思います。さあ、早速通れないタイミング良すぎだろ今のは。まあ無事ね、前回はボス倒すことができたんで、今回はボム兵と合流という感じですね。でもボム兵が待ってるとはと思ったけど、待ってたね。はい、ボム兵さん、お待たせ。水神様、とってもかっこよかったですわ。すごい力ももらえたし。あ、ほんと？そんなにすごいの？たかが水回りでしょ？この野郎。そんなにすごいならぜひ俺も会ってみたかったっすね。もうすぐ会えますわよ。うふふ。水神様の力、楽しみにしててくださいね。行こっか。さあ、まあ元の場所に戻るって感じなんで、早速この土管を使いますか。さあ戻ってきた。多分本来はこういう風に使うんだろうね。さあ降りてきて。あ、こっちじゃないね。あっちだね。さあさあ、水神様の力を試す時が来ましたね。どうしてもリオレースに見えるんだよな。おー、あ、水の表現やっぱすげえな、任天堂。おー、それっぽい色合いになったね。どう？お水いっぱい出しちゃいました。これならボートで紙テープを追えますわよ。おー、オリビアさんすごいっす。疑っていすいやせん。疑ってたんだ。本当にすごくてすごい思い出ができたっす。君、そうだね。まあ、憎めない感じではあるんだけど。ねっていう。はい、ありがとうございます。けど、この隙間結構快適でした。狭いところ好きかも。入るんかい。お。あ、やっぱこれか。はい、ありがとうございます。もみじ山のキノピアはみんな助けていただけました？各コースのキノピア救出率はメニューの地図で確認できますよ。確かにね。できるできる。できるんだけど、結構大変よ。お、発明家キノピオ。へぇ、フィギュアになっちゃった。さあ、お宝全部回収。穴も全部 OK。お、ポイ投げハンマー。へぇ、ポイ投げハンマーあるのか。あ、マリオさん。ナイス。もみじ狩り。キノコ狩りしたいんだけどな。あー、で、ここに戻ってくるわけか。はい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 。あー、ぐるって一周したね。ただ缶詰のところがね、ゴミだらけなんだよな。ちなみに、あ、出てこないね。ここの川下り屋、よほどの綱好きですね。ボートを漕ぐとお腹空くのかな。じゃあボート乗りますかね。わーい、これで青テープを得ますわよ。出発。やはり漕ぐのは僕か。
全然進まなかったね。あ、兄貴、俺が漕ぎますよ。漕げるの？あ、俺、掴めないです。やっぱりね。ダメなの？せっかくボートに乗れるようになったのに、誰かボートを上手に漕ぐ名人さんとかいないのかしら？ん？あ、あのお猿さんに聞いてみたらいいかも。聞けるかな？でもリアクションがだいぶ変わったね。キキ、すいません。ボートの名人知りませんか？ははは。一体、これが挨拶？あ、逃げてった。ああ、どっか行っちゃった。まだお返事が聞けてないのに、一体どこ行っちゃったの？いやー、でも、もしかしたらあの勘が返事かもしれないっすよ。お前みたいな折り紙、あっち行けーとか、へへへ。ツナの缶詰。ツナ缶、蓋は固く閉ざされていると。ほう、調べる。ツナの缶詰、こんなに1年分はありますわと。でも、ベルの反応がしなくなったということは、下に行ってみようかね。探し行かないとね、どっちみち。そういえば、缶詰なんちゃらかんちゃらって言ってたけど、おお、君か。うん、寝てった。あ、そうだ、パーティー。私をパーティーに連れてって、やめて。連れて行かないといけないのね。もう、どこ行くか大体分かったから、ちょっと、手伝ってあげましょうかね。あと一人ぐらいどっかいそうなんだけど、この中で寝るってなかなかよ。ほら、連れてきたぜ。着いた。お待たせ。これ、レイのあれ。おお、缶詰。おお、待ってたぜ、アミーゴ。缶詰パーティーにウェルカム。おでん缶なんて最高のチョイスだ。いい缶詰パーティーになるな。おでんか。あとは、缶切りを持ってるあいつが来ればパーティーの始まりだぜ。ほう。だよね、敵が大量にいますな。ちょっと待って、逃げ切りたい、逃げ切りたい。お？なんだこいつ。変な奴らに囲まれて足がすくんで動けなかった。助かった、パーティー連れて行って。いやそういう展開。あ、すげえ、なんかクリボーみたいなのがいる。3回ね。こうかな。まあ、普通のジャンプで行きましょうかね。青いクリボーなんかすごいな。さあ、ラストウェーブ。多分3回だよね。で、これは、そうだね。アイアンブーツじゃないとダメだね。いや、意外とトゲゾウがね、厄介。多分ハンマーにすれば楽だろうなとは思うけどね。よし、これで OK。すっとね。おお、早い早い早い。さあ、缶詰パーティーしようぜ。着いた、サンキュー。オーライ、みんな揃ったな。それじゃあ早速、缶詰パーティー始めようぜ。ライドオーン。
へいへいへい、行っちゃおうぜ、缶オープン、頼むぜ、缶切り。缶切り？あ、缶切り、持ってくるの忘れた。へい？缶切りがないとパーティーできないぜ。おお、どうする？缶切り。そんなの必要ないね。え、まさか。へい、さすが。その出っ歯があれば、いくらでも缶詰開けられるな。最高だぜ、缶詰パーティーでライドオン。楽しそうで何よりだよ。へえ、俺缶開ける、超得意。おお、じゃあ開けてもらおう。かわいいな。開いた綱の缶詰。あ、当たりに綱の缶。あ、いいな、シーチキンいいよね。やっぱ綱マヨかな。俺缶もっと開けたい。やめて、なんかロボットみたい。アミゴもどっかで誰かと缶詰パーティーかい？最高だぜ。あの缶詰も燻製の高級なやつとかいいよね。キノピオもサルもみんな缶詰大好き。さあ行こう。多分ね、これ後でするやつだったんだろうなと思いつつ、早速持っていこう。あ、お猿さん、こんなところにいたの？お供え物を捧げましょう。何かお猿さんにあげてみます？じゃあ、はい、どうぞ。ははは。わー、綱に夢中。お猿さん、まっしぐらですわ。近くにいても逃げないし、名人さんのことは聞くなら今がチャンスですわ。こういうこと？あ、ウキキキキキキ。あー、やっぱり綱はうまいな。あれ、マリオさん、失礼しました。おられて我を忘れてました。私猿じゃありません。名人だったんだね。私は川下りの名人、川下り屋のキノピオだよ。助けてくれてあんがとな。あなたが川下りの名人さん。私たち名人さんのことを聞きたかっただけなのに本人が見つかっちゃった。川下りしたいのか。俺、助けてくれたお礼にいくらでも乗せてやるよ。ボート乗り場で待っとるからいつでも来てくれ。そいじゃあねー。やったー、これでボートに乗れますわ。とさあ、救出率これで 100% と。やたらピコンピコン言ってたのはそういうことだったんだね。いい感じだね。キノピオ全部助けてっていう感じだしね。結構、しかもこのマップは、地図。ハテナブロック回収だけができてないんだ。キラーイアンは、もったいないな、使うのがね。ハンマー、ポイ投げハンマー。よし。さあ、川下りといきますか。名人、お願いします。おう、待ちしとったよ。準備はいいかね。川下りツアー出発するか。よし、行くか。さあ、乗って乗った。やばい、もう誰が誰の会話してるのかわけわかんなくなってきた。わーい、川下りです。さあ、いっぱい下っちゃいましょう。出発。あ、進んでる。いやー、のんびりはいいね。こぐ、うね、まゆくよ。水しぶき。へえ、ちゃんとカラオケ風であるんだね。ああ、わかんねえ。おー、さっき助けた3人だね。あー、いいっすね。のんびりするな。そうかい？この辺りは流れも穏やかだしな。
いやーいいねー。しかもそれで青のテープっていうのもまたね、いいね。さあ、渦巻き側。あれ？川の流れが少し速くなった気がするかも？ほう。こっからは急流や渦巻きでハラハラドキの渦巻き川下り、あ、だーよ。だーよ。ハラハラドキドキ、そんなのお願いしないですわ。まあ、そうだね。そんな遠慮すんな。せっかくなんで楽しんだらよかよか。それにしても今日はいつにも増してあれどんな、もみじ山で水が増えすぎたかな？増えすぎた。聞いてないですわ。ってことは、ミニゲーム始まるのかな？おう、それじゃあマリオさん。はいはい、向きが変えられるんだ。はあ。岩と壁に何度も当たるとしまいにはボートが壊れちまうんで気をつけるだよ。あとこっから先は危ねえからしばらく目には開けないんでよろしくな。へえ。さあそんじゃ渦巻き側急流下り始まり始まり。やっぱミニゲーム来たね。あ、結構ゆるく避けるのね。さあキノピオも頑張っております。コインだね。そうね、意外と上と下しか触らないから。え、まさか。あ、すまん、 A だね。そりゃ A だね。ほう、これで OK。 あ、なんかだいぶボロボロやけどね。そしてハートもあと2つ。おお、なんかね、結構ぬるぬるってしてるからね、意外と難しい。でもハンマーで叩いたらダメっていうのはちょっと面白かったな。攻めるっすねー。攻めるよー。攻めすぎたよー。危ねー。危ない危ない。あっ、すーん。あー、さすがに。まあでもマックスになったね。あー、下行きたかったなー。上上上上、コインよりも上。うん、ほい、やったー、1000コインゲット。結果大量にもらえるっていうね。さあ落石。おお、落石。スースースリリン。よしよしよし。そう、続いていて下だね。よし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 。あーあー。全然全然ダメ。さあ渦巻きぐるぐる。今の渦巻きはやらしいね。さあ渦巻き越えて上だね。上行って、真下行って、コイン欲しいな。ああ、巻き込まれた。
あー行きたかったな、上行きたかったね。あ、一応紙っぺらはあるんだね。最後が間に合わなかったな。はい、これにて渦巻き川急流下りおしまい。お疲れさーん。時々狭いところを通るからドキチョッキーしちゃいました。コインは全部取れなかったな。いいことがあるんでまた今度頑張るだよ。え、全部取るとなんかあるんだ。絶対フィギュアだよね。やっとのんびりできたわ。俺がイメージする川下りってこういう感じなんだよね。青い紙テープもずっと川沿いに伸びてるし、こっちも順調ですわ。さーて、そろそろ次の船着き場に着く頃だよ。おお、お城だ。あ、音楽帳も変わったね。お江戸ランド、お江戸ランドに着いただよ。とっても楽しいショーと、とっても楽しいアトラクションで大人気のテーマパークだよ。ちょっと。テーマパークなんて楽しそう。行ってみたい。ほーれ、あそこに見えるのが、お江戸ランドの名物のお城だよ。ちょうど、上の方に繋がってるね。あ、お城に紙テープが絡まってますわ。紙テープがあるのか。そっか、紙テープか。ねえ、マリオさん、お江戸ランドに行った方が良さそうですわ。っていうか、これは多分行かなきゃまずいかも。あ、テープもあるし。なんだか紙テープの方がついでみたいに聞こえるけど、気のせいっすかね。川下りはこの先の風渡り谷まで続くだよ。どうすっかね。あー、ここで降りる。わーい、さすがマリオさん、話がわかるー。それじゃあ、行っといで。あたしはここで待っとるよ。よーし、お江戸ランドでいっぱい遊ぶぞ。遊ぶって言っちゃったよ。目的は紙テープっすよね。君やっぱどっちかっていうと、あれだね、あの、ツッコミではあるんだね。ボケの爆発かなと思ったけど、そういうことではない。旗は動かないのか。これは動くのがちょっと可愛らしいけどね。とりあえず看板を叩いとかないと。お江戸ランド入国のご案内。町人ノーマルパス。1回入国券。再入国はできませんと。1枚で3名様で入国可能。お大名。永久に何度でも何人でも入国可能。アトラクションにより特典あり。何度も来るならやっぱりだ。お大名っていうのがお得ですわね。もうすでに何度も来るつもりなんですね。確かに。まあでも、せっかくだしね、何度でも来たいよね。調べる。ああ、町人2400。まあ、お金あるんで、お大名。さあ、お大名手形。お江戸ランドの永久不滅で特典付き、プレミアムな入国券と、買っちゃった。ちなみに、ダメだね。ははは。おお。お、めっちゃ回ってる。ハートにおられた私は、ハートの在りかを感じるもの。あなたが来るのを待っている、キノピオタウンの赤レンガ。赤レンガ？あ、じゃあ、ちょうど戻れそうなんで、戻りますか。赤レンガ。そうね、ハートが増えると雑魚的処理楽になるんで、ぜひとも欲しい。さあ、久しぶり戻ってきたね。あ、今気づいたけど、あの、ホワンって夫がするんだね。可愛らしい。
さあさあ、赤レンガは、赤レンガもだけど、アイテムも増えたかな。アクセサリー屋さん行ってみましょう、まずね。で、赤レンガ行って、っていう流れかな。やっほー、なんか増えた？あ、入荷待ち。意外と増えてないんだね。ほんと意外だね。もうちょっと増えるかなーと思ってたけど、そうでもないんだね。レンガ、レンガー。あ、いた。あの時、ハートに折られていた私です。私には、あなたが取り逃したハートを感じることができるのです。今はハートを感じません。さよなら、またいつか。え？え？そういうこと？ここにあるよとかそういう話じゃなかったの？マジか。すっげえ騙された感があるけど。じゃあ、戻りますか。そうか。ついでだし、アイテム買っとこ。なんだろう、すごい、すごい騙された感が、あるんだけど。まあ、買って帰ろうかな。アイアンブーツ、キラーアイアン。キラハンマー。そうなんだよね。意外と、この辺り使わなくてもっていう感じはあるんだけど、まあ買っとこっか。2個ずつあって損はないしね。で、キラハンマーが多分なくなるの早いんだろうなーとも。ポス戦で使ったしね。この辺りはまだ使ってないね。キノコ6個セット。もう漏れてるじゃん。お、それではこのメンバーズカードを進呈いたします。メンバーズカード、武器やアイテムの値段が2割引きになる。ほう。ああ、じゃあ買った方がいいんだ。あ、メンバーズカード、2割引き。やったー !2 割引きなるんだ。へえ。240円。あ、お得だねー。このあたり、あ、100円ぐらい変わってるもんね、やっぱね。ガンガン買った方が。次回このあたり使いたいね。ファイヤーフラワーとかね。うん、また来るね。ありがとう。これ、アクセサリーが安くで買えるようになるね。あ、これはでかい。さあ、ステージ2に戻りますか。よし、じゃあセーブして。はい、ということで、今回はここまでにしたいなと思います。いや、ちょっと、お江戸ラウンド楽しみだな。音楽も変わったしね。やっぱ、和はいいね。まあまあ、でも、結構ね、作り込みがすごそうなので、次回は次回で楽しめるんじゃないかなと思います。まあ、なんせ、大名なんでね、いくらでも入れますんで。てか、何人でも入れるってなかなか、破格よね。はい。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。まあ、今回ミニゲーム多めという感じでしたが、まあ、皆さんももし買ってみたらやってみると面白いかなと思います。意外と難しかったね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。